アフトゥバ川は、ロシアを流れるボルガ川水系の河川で最大の、葉川である。ボルゴグラード市のすぐ上流でボルガ川の左岸から分かれ、ボルガ川本流と平行に、ボルゴグラード州とアストラハン州を流れ、ボルガ川三角州及び、カスピ海へと流れる。かつての分流点は、ボルガ水力発電所のある人口湖ボルゴ湖に沈んでいる。現在のアフトゥバ川は、 ボルゴコダムの下流に作られた、長さ6 5トルの運河を起点としている。アフトゥバ川のほとりや近くにある町には、分流点にあるボルシスキーをはじめ、レニンスク、ズナメンスク、アフトゥビンスク、ハラバリなどがある。中世までは、アフトゥバ川やボルガサイ下流の流れるキプチャク草原は、トゥルク系遊牧民族の世界であり、モンゴルが築いたジョチウルスの首都で、 中世有数の大都市バトゥサライもアフトゥバ川沿いの腹張付近にあったと考えられる。ボルガ川とアフトゥバ川に挟まれた地域はボルガアフトゥバ平原と呼ばれる反乱源でロシア有数の野菜生産地である。特にロシアで消費されるスイカの主要な産地でもある。ありがとうございます。